はいや、だからそのどちら様、どちら様と言ってもと言ってもお宅はここの住人ですか。ああ、私もです。ああ、ちょっと待て、お宅なんか勘違いしてませんか。してません。そらうとだ、こっちに左入ってきてさないだろう。ねえ、おとなしく出てってくれたら騒がないからって。ちょっと待ってよ、それじゃ私が反対者みたいじゃない。言いたいじゃない、こっち勝手に入ってんだから当たり前でしょ。待てよ、しけ、こいつとすげえバカなんだよ。もう泣いてるよ、この野郎。お金が捨てられる気配だって。いいか、今から見つかるようにしてみて。そうしたら逃がしてやる。1 2 3 4 5 6 7まで数えて、どうすんだバカだい。今から映画見に行くんだ。だからどうした。急いでるんだ、出てってください。俺は今帰ってきたところなんだ。どこへ。俺の家。どこが。ここが。疲れてるんだよ、はっきり言う。なんだ。映画見に行くんだ。知ったよ。だったら出てってくださいよ。なんでだよ。私、ここは私の家だからでしょ、おばあちゃん。何言ってたのかね、こいつは。ここは俺の家だろ。バカ言ってんじゃないよ。やんのか。やんのか。誰だ君は。お前こそ誰だ。人の家勝手に入っといて、その言い方はなんだ。お前だろ。ねえ、もう時間がないんだけど。そうだろう、席が中途半端に空いてる中を、おお、すいません、おお、すいませんとか言いながら足組んでるババアにドシンとかぶつかって、ちょっとあんた、おお、すいませんとか言うのやだ。だから出てけ。何言ってんだお前。君たちの目的が何かは知らないけれども、金ならないけど、あと人気の顔してる先生ははっきり喋るじゃねえか。私が人気、人間だよ。こいつすげえバカ。ねえ、私シャワー見たいんだけど。ああそうだよ、そうだよな、疲れた今日は本当に。ちょっとこれ、いやー疲れた、もうちょっと脱がしてくれるか。うん、お前バブ買っといたか。あ、ごめん、忘れちゃった。なんで忘れんだよ、お前は。だってさ、さ、まあ、この間もこれなんか忘れて帰ってきて。何言ってた、お前は。俺はな、こういうのきちきちってやってもらわないとな。うん、ごめん。こら、誰だ、お前は。トレーダーじゃないよ、くつろいでんじゃない。下を履け。俺が俺の家で何をしようと俺の勝手だ。ここは私の家だ。お前、ジステンバーなんじゃないの。私はキクサーチで飼ってる犬じゃない。誰だ、それは。答える必要なんかない。本当に時間やばいんだけど。急いでるんだ。だからなんだよ。靴下を履け。履いてるよ。ここのでダランとしないでキュッと上に上げろ。うるさいなお前は。ここでダランとしたっていいじゃないかよ。ダメだダメだ、気持ちが悪くないか。見てる気持ち悪くねえよ、ほら。この野郎、やろう、いかに。あ、直すな、直すな、直すな、爆発すんな、爆発。やめなさいよ、バカみたいに。怒られてやるぞ、お前ら。じゃないだろう。お前うちへの時ちゃんと鍵かけて出たのか。かけたけど。ああもう絶対な、この時ぼーっとしてちゃダメだろう。俺みたいにジャンジャンやんなきゃ。本当だったらお前がジャンなんだぞ。行け行け、見ろ行け。だから適当に出てってもらってよ。私お風呂見てくるから。ほら、ちょっと一つのお風呂勝手に行くなよ。ガスの調子悪いだから。知ってるわよ、ダイヤルとこガチャってやるとボワーってなるんでしょ。そうそう、でもあれって2、3回風呂釜に蹴り入れるとなるのよ。だけど角度間違うとボワーとかってガス消えんの。あれ、そうそう、ほら誰がなじめっつったよ。あんた言うのガスがボワーっつの。バカじゃないのお前。だって本当にガスがボワーって。ボワーじゃないだろ、ボワーじゃ。もっと大事な問題があるだろう。どうしてこういう時にすぐ知らない人となじんだよ。ダメだよ、そういうのが。俺嫌いだからな、置いとくけど本当に嫌い。おい、なんだ。これが最後です、出てってください。しつこいな、お前は。なんで俺が出てかなきゃいけないんだよ。お前が出てか。見ろ、もうこんな時間ですよ。どうしてくれるんですか。ポップコーンは買えないよ。予告編の前のダイヤモンドの CM は見れない。責任問題だぞ。知らないよ。知らない。あの給料の3倍のダイヤモンド買えていけつかないモデルがいちゃこいの CM があったろ。誰も聞いてないよ、そんなこと。何なんだお前は。いいか、俺がこうやっておかしくしてる間に出てけよ、お前。よし、分かった。話きっちりつけような。俺がやめだ。なんでだよ。しょうがないだろ。しょうがないことないでしょ。なんで今やめてまで話しなきゃいけないのよ。考えりゃ分かったろ。分かんないね。いいじゃない、私たちが帰ってくるまでいてもらえば。死に入らなかったらどうすんだよ。不安にもなるし、それにほらそんな悪い人たちじゃなさそうだよ。ね、お前俺の話どこから聞いてた。どっからも。ダメだろ、俺の話はちゃんと聞かなくちゃ。だって映画行きたいじゃない。俺だって行きたいよ。じゃあなんで行かないのよ。行けないだろ、これじゃ。だから結ばせてもらえばいいじゃない。映画終わった後、屋根で飲もうって言ってたでしょ。ああ、いた。じゃあ、なんで約束守れないのよ。やだ、行こう。私、ちくわぶ。こらあと、こんにゃく。ちくわぶとかこんにゃく違うの。お前はちょっとって。
の何とかしろとおい今話を聞いてるって言っただろう。何の忘れてどうすんだよ。記憶力がないのかお前は。バカか、あ、バカか、バカなのかお前は。落ち着いてよ。もう二人で言い争っててもしょうがないでしょ。あのね、なんかバカみたいでしょ。何がこの状況が。ここは私たちの家なのよ、ね、そこが違う。ここは私家です。そう、正確には私と彼女の家だ。自分を間違えてる。逆だ。落ち着くことだ。何？ねえ、電話どうする？その電話で俺たちが本当に、え、その電話で俺たちが本当に救われるのか、え。
ずかしくなってきちゃったんだけど、後ろ向かなきゃ分かんないから。そういう問題かな。じゃあ何、廊下とかこうやって歩くので、人に聞かれたらパンツ破けてるんですとか言ってパンツじゃないわよ、トキンだよね。聞いてる。うん、そう。あ、ねえねえねえ、今日さ終わったら行かない。どこ。何言ってんのよ、でもこうやってたから卓球じゃないでしょ、ロビーによ。だからお店。おお、通じてたんだ。いい男でも。あ、でも今日残業になると思うから。もう好きね、残業。今時珍しいわよ、その手の人って。だからあんた彼氏できないのよ、私もだけど。え、私一人なんだ。ごめん、気づいちゃった。いや、ほらもう何、そういうつもりで、そういうつもりで言ってんじゃないのよ。ごめんね。でもほら、あれじゃない、のりこなんかさ、ほら。のりこって言うんだ、私。だから、ごめんって。ほん、何言ってんの、のりこなんかさ、本当はモテる顔してんのよ。ほら、でもちょっと陰気だからさ、って違う。今の間違いね、ほら、陰気に見られがちな、その暗さがって違う。私、陰気なんだ。そんなことないわよ、華やかさがないだけよ。ごめんね。フォローしたつもりが地獄一直で。そうか、私一人で住んでて、のりこで華やかさがないのか。だからごめんって。本当でも何言って、私そんなこと絶対思ってないのよ、本当。大丈夫、何とも思ってないから。嘘よそれ、嘘よ。ここまで言われて何とも思わないなんてね、そりゃ嘘。本当に。だって私ここでずいぶん友達なくしたんだからわかるわよ。そうやって一日一日喋る機会がなくなっていって、最後には目が合うと、何やの女って目でニコって笑いかけられて終わるのよ、きっと。そうよ。そんなことないって。本当に。本当に信じちゃうわよ。私ダメなのよ、もう気にしだすとさ、とことんまでいっちゃうからさ。この間なんかうちの前の自動販売機汚れてたか思わず掃除しちゃったのよ。よくよく見たら、また10メートルくらい先に汚れた自動販売機。